イングランドの行政区画は地方行政目的で4階層に分割されている。同一レベルの行政体であっても行政体のタイプによって根拠法が異なる階層もある。イングランドは行政区分の最上位階層では9リージョンに分割されており、各リージョンは1つ以上のカウンティレベルの行政体を含んでいる。 リージョンは1994年に創設され、1999年の欧州議会選挙以降は、イングランドの欧州議会選挙区ともなっている。すべてのリージョンは同格だが、ロンドンだけは公選の市長並びに大ロンドン町と、形で実質的な地方分権が行われたリージョンである。リージョンの規模は面積においても人口においても、様々である。 イングランドは1997年の地方長官法の任間地に分割されている。実際に想定にされているわけではないが、この区分は天霊カウンティとして知られている。このカウンティはイングランドでの住所としてしばしば用いられる。しかし、ほとんどは大きすぎたり、大規模な市街地を含むといった理由から行政区画としては使われてはいない。しかし、 例えば議会選挙区の協会決定の際には参照されるといった使われ方もる。地方行政区画としては、イングランドは4種類のカウンティレベルの地方行政区画に分割されている。ロンドンの外側に広い市街地を要する6都市カウンティがあり、それぞれがに分割されている。これら都市カウンティは1974年に創設されたが、 そのは1986年に廃止された。シャイアカウンティも1974年に創設された。法律上はひとしカウンティと呼ばれる。に分割され国土の広い面積をカバーするが、主として郊外に位置する。単一自治体は、1990年代に創設されたカウンティとディストリクトの機能を合わせ持つ一層行政体で、ディストリクトを一つだけ有するカウンティか。 または、バークシャーのように、カウンティカウンルを持たない単日、または、複数のディストリクトである。ただし、ワイト島は、例外で、ディストリクトを持たないカウンティである。クレーターロンドンは1965年に創設され、都市カウンティの一つとして扱われることもあるが、定義上はそうではない。シティオブロンドンとロンドンバラ、ランドンボロー、特別区とも訳されるに分かれている。 イングランドのディストリクトは、行政上の地位として、バラ、ロイヤルバラ、のいずれかの地位を用ちうる。都市カウンティは、通常バラと呼ばれる都市ディストリクトに区分されていた。カウンティカウンシルが廃止された際にその権限の多くは、都市ディストリクトに移行し、その結果他の単一自治体と似たような機能を持つ、ことになった。シャイアカウンティは、ひとしディストリクトに区分されている。 カウンティ・カウンシルとは権限を分担しているが、その区分は都市カウンティ創設時とは異なっている。シビル・パリッシュ行政教区はイングランド行政の最もローカルな単位である。クレーター・ロンドンを創設した法の下では、パリッシュをクレーター・ロンドンの内部に設置することは許されな。それ以外のイングランド全域にパリッシュがあるわけではないが、パリッシュの数と、 全パリッシュがカバーする総面積は増大している。以下は、イングランドの一般的な地方行政機構に対する例外であり、法律では、上記の地方行政機構とは別に特定の地方行政機構に機能を持たせる場合として列挙されている。グレーターロンドンでは32のロンドンバラカウンシルが、単一自治体と似た地位を占めているが、上位の戦略的層として、 クレーターロンドンオーソリティがあり、交通、警察、消防、経済支援といった点では、カウンティの有する機能を監督している。シティオブロンドンは、周囲にあるロンドンバラが有する一般的機能に加え、地域外の場所、ハムステッドヒースやキルバーンにあるクイーンズパーク保養地などを有することや、ヒースロー空港での獣医サービス、アスベスト廃棄といったサービスなど、 シティオブ・ロンドンならではの特徴で他の地域行政体と比べると際立っている。放送学院のインナーテンプル及びミドルテンプルは小さな自由区であり、シティオブ・ロンドン内にあって独自の行政体として機能している。シリー諸島は独特な地域行政体としてイングランドの他地域に見られる単一自治体に類似したシリー諸島カウンシルを有している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。